タモリの火曜スター笑いは東京12チャンネルで1981年7月5日から同年9月27日まで毎週日曜日の12時12時55分に放送されていたバラエティ番組スタジオアルタからの公開生放送方式による岡部グループの単独提供番組でタモリが司会を務めていた全番組のタモリの突撃生放送に続いて スタジオアルタから生放送。毎回6人の歌手をゲストに迎えていた。ゲストを2チームに分けての対決企画が中心で、チームごとにキャプテン1人を加えた上で、クイズやゲームで得点を競わせていた。チーム名については、放送の時点でアイドルを積極的に取り上げていた、芸能誌にちなんで、病状チーム、平凡チームと称していた。上記の企画以外にも、 ゲストの歌手が生放送中にヒット曲や新曲を歌ったほか、サンデーテレショップを2回に分けて挿入していた。ゲストによっては、スタジオアルタの屋上で歌うことや、持ち歌の披露と引き換えに途中から姿を消すこともあった。タモリは、当番組の終了1年後から、笑っていいとも、の司会者として、スタジオアルタに、再び登場。 2014年3月31日の最終回まで31年半にわたって平日正午の顔であり続けた。ちなみに制作局の東京12チャンネルは三越や富士テレビと共同でスタジオアルタに出資。当番組の終了を5日後から称号を現在のテレビ東京に変更すると5日後から後継番組として生放送を始めた。ザ 買い物ゲームでもスタジオアルタを使用した。さらに、三越によるテレビショッピングコーナーを組み込んだ生放送の情報番組シリーズを1983年5月2日から約34年間にわたって平日の夕方に編成。レディース4でも一時、月曜日のみスタジオアルタからの生放送を実施している。その一方で、タモリは当番組の終了から、 タモリの音楽は世界だの放送開始まで9年間にわたってテレビ東京でレギュラー番組を持たなかった。など、ありがとうございます。